バキュームカーは、吸引機とタンクを装着した自動車であり、公式には急乗車と称される。汲み取りを行っているイングランドのバキュームカー、成田市内を走行する日本のバキュームカーコペンハーゲン市内を走るバキュームカー、一般にバキュームカーという場合、市業運搬用の車両を指し、寒い水泉を含む、汲み取り式便所や列車便所での糞尿、浄化槽に溜まったおでの回収を行う。 組取地域には中継タンクがあり、最終処理は衛生センターで行われる。バキュームカーは和製英語であり、日本固有の名称である。衛生車、糞尿収集車、組取車、死尿収集車などとも呼ばれる。同じ原理で液体を吸引、運搬する車両は、水害時や水道管破断時などにおける、一水、汚水回収や建設現場での泥水回収でも、 使われている。このような用途に使われる、救場車は、おで吸引車と呼ばれる。糞尿汲み取り用のバキュームカーは1951年、川崎市が全国に先駆けて開発、導入し、その後、衛生的であるとの理由で全国へ普及したとされている。当初は、トラックの荷台にタンクを乗せ、ホースを車体に巻きつける状況であったが、その後、 電動のホース巻き取り装置が取り付けられるようになった。主に組取り、り便所の組取りや浄化層のおでえ引き出しに用いられるため、下水道の普及した地域ではあまり見られないが、建設現場などの仮設トイレの組取りなどで用いられることもある。なお、1922年7月14日付の時事新報記事に以下の記述がある。今度東京市衛生課では、 特殊構造の信用旧揚げタンク自動車を考案し、麹町区や S 町セールフレーザー会社をして、製作せしめ、試験の結果理想的成績を上げたという。続いてその仕組みについてその対応を示せば、タンク内の空気を排除し、真空なら閉めるものと記されている。実際に、これが使用されたかどうかは不詳だが、すでにこの時代に、原型はあったと言える。 2010年代においても、下水道普及率の低いアフリカでは、うっきに汲み取り式便所から溢れ出す汚物が、伝染病を拡散させるリスクとなっている。都市によっては、民間や海外の援助プログラムによる、バキュームカーを使用した汚物の撤去活動が行われている。急乗車の原理は、名称の通り、掃除機のようにタンク内を負圧にし、大気圧とタンク内圧の差により、 吸引ホースから液体をタンク内に吸い上げる。それゆえ、開発当初は真空車と呼ばれた。バキュームカーはそれを横文字に直した名称である。真空ポンプへの配管はタンク内の空気のみを吸い込むようにタンク上部に接続される。積載物を吸い込むためのホースはタンク下部にバルブを介して装着される。真空ポンプはエンジンを動力とし、 PTO 出力で駆動される。真空ポンプがタンク内の空気を吸引するとタンク内の圧力が低下し、この状態で吸引ホースのバルブを開くとタンク内の圧力と大気圧との差によりホース先端から液体を吸引する。急上車で使用するホースは使用時に内部の圧力が低くなるため外圧により潰れない構造のものでなければならない。そのため、 金属のコイルが埋め込まれた構造のホースが使われている。吸引者の特徴は液体の吸引に際し、積載する液体そのものはポンプを通過しないことである。そのため、ホースとバルブを通るものであれば、多少の固形物や粘度の高い液体でもポンプを痛めることなくタンクに積載することができる。また配管の切り替え、あるいはポンプの逆転により、 タンク内に空気を流入させれば、同じホースを使い、積載物を排出することができる。主にお泥水や産業排水などの流動体、粘性反流動体などを積載する、おでい吸引車の場合には、タンク後部が油圧装置により大きく開き、さらにタンク全体がダンプする構造になっており、ホースを使わず、一気に積載物を排出できるようになっている。また、 用ほどやホースの長さ、吸引物によりおでい吸引者では、吸引が困難な場合には、強力吸引者を用いることもある。おでい吸引者と強力吸引者は混同されることがあるが、おでい吸引者及びバキュームカーは、タンク内を減圧し、大気圧との際で吸引するのに対し、強力吸引者は、掃除機のように空気の流れを利用して吸引するため、おでい吸引者とは、 気候が異なるものである。死尿用のバキュームカーは、タンク内の空気を強制的に排出して吸引を行うという構造のため、死尿吸引時にひどい悪臭が漂うという問題があった。この問題を解決するため、現在のバキュームカーは脱臭器を備えている。脱臭器は、脱臭液を利用するものや排気を燃焼させるもの等、様々である。 タンク内からの排気に含まれる悪臭は脱臭装置を通ることによって脱臭液や燃焼の効果により現在は吸引中でも悪臭が漂うことはほとんどない。また、真空ポンプの潤滑油に香水の原理を応用して悪臭を甘い香りに変えるものも発売されているが、真空ポンプが水風式などで潤滑油を要しない場合には使用できない。前述の通り、 バキュームカーは和製英語であり、欧米では通じない。和英辞典には、ハニーワゴンの訳語が掲載されていることもあるが、もっと一般的に、セプテックトラック、またはバキュームトラックと呼ばれる。バキュームカーの性能からないと、ソイルトラックイクイプットウィズ、A バキュームホースという説明的な訳をつける例も存在する。なお、アメリカには、 カーポータブルバキュームクリーナーという製品は存在する。これはその名の通り、乗用車内清掃用のコンパクトサイズの掃除機である。ありがとうございます。